D、S、「うずら日記」プリうずら日記30日ぐらいだと思いますもうちょっとね約30日ぐらいもう顔がねだいぶもうひよこがあとちょっとってところでも消えかけてますねはいで今ちょっときれいにしたばっかなんで温度が下がってるんですけどいつもは30度ぐらいに保ってますね はい、ね、餌ですこのうずらはメスなんですかね大きさ的にはメスっぽいですけど大きいな羽ももだいぶしっかりしてますねでももうひよこじゃなくなってるうずら日記50日目ぐらいですはいえもう完全にね ひよこの感じがなくなりました。で、重い目をね、見てもらうと分かると思うんですが、ちょっと温度計危,ちょっと温度計危なかったんで、ガムテープで貼りました。えー、めちゃくちゃ元気ですね。はい。で、餌もね、しっかり食べて、今はね、お掃除しました。この部屋を。こ、こ,このね、水、便利なんですよ。この水。蒸発しにくくて。 お目目見てくださいお目目すごい元気だでこのねこのささみちゃんはメスなのかオスなのかわかんないんですよねまだはいささみちゃんでもうね朝になるとね泣きますうわーってなんかほんとねかわいい声なんですよねニワトイドュアと色違ってコキココとかじゃなくて んんちょっとね忘れちゃいましたけどいい感じの声なんですけど高いですね声が、はい、めっちゃ泣きますねもしかしたら押すかもしれないですね押すどうなんですかねでもこれ以上大きくなることはないかもしれないですもう結構成人に近いんでね50日目だとって感じです PDS 株式会社。